皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。本日はこちらベベン常用というメーカーのスイートベビーオーバードライブなんていうオーバードライブペダルを皆様にご紹介させていただこうかと思います。画面ドンズバババーンと、まあ見ていただいて分かる通り常用というメーカーなんですけれども、まあ言ってみればね、そのね、中国のコピーモデルなんですよ。コピーブランドなんですよ。で、もともとはね、スイートハニーオーバードライブなんていうオーバードライブペダルがあって、まあそのペダルがね、めちゃくちゃいいんだ。めちゃくちゃいいオーバードライブなんだ。けど、2万円ちょっとして、まあお値段もそこそこって感じなの。けど、このコピーモデルであるスイートベイビーオーバードライブは、なんとびっくりすることに5000円でお釣りが来るっていう激安ペダルなんですよ。けれども、激安ペダルだからといって安かろう悪かろうというわけではなく、え、5000円でこんな音が出てしまうの？え、マジで？ってびっくりするぐらいのクオリティなんですよ。僕も足立さんっていう人に教えてもらってね、ちょっとびっくりして買ってしまったんですけども、この動画を見ると皆様ももう漏れなく、え、5000円でこんな音出るの？とりあえず一つ買ってみようかなみたいな感じになってしまうから、そこだけは気をつけていただきますと幸いでございます。そんな感じで思想環境はビル・ローレンスの元気だな、ビル・ローレンスの BL1 から BB のシールドで、常用スイートベイビーオーバードライブに行きまして、 BB の方で電源供給させていただいております。で、カナレのシールでブラックスタースタジオ店に行って鳴らしていきますので、動画楽しんでいただけたら幸いでございますけど、本当にもう物欲刺激されるから、そこだけは気をつけてくれ。 Let's try。 とりあえずアンプの方で今クリーントーンを設定しております。スイートベイビーオーバードライブオンにしましょう。ブンとな。で、ちょっと音大きいんでちょっとボリュームを下げます。この状態でまず鳴らしてみましょう。このね、歪みの質感もすごい気持ちがいいんだけど、このピッキングのニュアンス、強く弾いた時のサウンドと弱く弾いた時のサウンド、指で弾いた時のサウンドみたいな感じで、このピッキングのニュアンスをね、すっごい忠実に拾ってくれるんですよ。そこがね、ほんと素晴らしい。こんな感じで、この弱く弾いた時のこの、トーンを絞ったりとかしてさ、このフロントにしたりとかしてさ、このちょっとエロいトーンみたいなボリュームを絞っちゃったりとかして、
強く聞いた時のこの。このなんかエロいトーン。この歪みの質感もされることながらさ、このなんかこうなんだろうな、この細々した感じのなんかこのニュアンスみたいな、なんかすげえこのエロいトーンが分かりますでしょうか。こんなね安いペダルで、ね、こんなピッキングニュアンスに、ね、こう機敏にレスポンスよく反応してくれるペダルってなかなかないですよ。これがボリュームで、これが歪み量で、これがトーンっていう感じです。これを上げれば、ね、歪みがどんどん増しますし、こっち側に持っていくと、ちょっとこの音が引っ込まるというか、なんていうか、少しモコモコする感じで、向こうに行くと音がもっと前にバキバキと出てくる感じですね。ちょっとこんな感じでも少し弾いてみましょうか。めちゃめちゃいい感じじゃない？このガーってこう強く弾くのが、弾いた時もさ、このなんかね、このペダルのさ、歪みがさ、なんかいい具合にこのエロい感じにさ、このおぎゃーって言ってきてくれる感じ、わかりますでしょうか。で、もちろんこのアンプをクリーントーンにしてペダルで歪ませてもいいですし、アンプの方をまあ歪ませて、ちょっとオーバードライブしてみましょうか。少しこの強めの歪みにして、このブースターとしてもすごいいい役割をするんですよ。今これスタジオ10だけで鳴らしている状態なんですけれども、まあこれでもね結構ねいい歪みするんだ。まあ、これだけでもこのスタジオでいい音するんだけども、この常用のスイートベイビーオーバードライブをかますことで、もっとこうなんかねソリッドになんかねエッジの効いた感じのこのグイッて感じなんですよ。ちょっと聞いてみましょう。こんな感じ。どう、なん
かこの急にかっこよくなった感じがしない、シュッとした感じ。もちろん歪みを強くすればもっとこうタッチレスポンスとかもすごいこの機微に反応してくれて、レガートフレーズとかもすげえ簡単になるんですよ。なんかすごいこのねソリッドでこうなんか音がシュッとした感じで分かりますでしょうか。まあ音量は上がったっちゃ上がったんだけど、ね、それ以上になんかこうね密が濃くなったというか、なんかこのエッジの効いた感じがすげえ分かるかと思います。もう少しちょっと歪ませてみましょうか。ガッと歪ませて、これがブラックスター全開の歪みです。悪くないね。けどこれをかますと、テンション上がって BPM が爆上げになってしまいましたけど、こんな感じでございますよ。すごくない？これ5000円のペダルだぜ。5000円でお釣りが来るペダルだぜ。まあこんな感じでね、そのクリーントーンからその歪みとして使ってもいいですし、ブースターとしても使ってもいいですし、まあこうね、ワンポイントに使っても全然いけるなっていう感じの、ペダルでございます。ね、本当にもう最初言った通りさ、5000円でこの音が手に入るならどうしよう、とりあえずちょっと1個買っちゃおうかなみたいな感じになっちゃいません？まあそんな感じでちょっと僕も、足立さんという方に勧めていただいて、まあ実際買ってみて鳴らしてみたら、わーすげえこれアンパネみたいな感じでびっくりして動画を作ってる社員ですけども、いかがだったでしょうか。ちょっくら僕ね、このね、本家のスイートハニーオーバードライブっていうペダル触ったこと鳴らしたことはあるんだけども、そんなに詳しくないから、もし皆さんの方で、実物持ってる人いらっしゃいましたら、コメントになんかこうベベッとね、感想とか書いてみてください。もしくはこう両方とも持ってる方、少なからずいらっしゃると思うんで、その皆様のレビューってわけじゃないけども、感想とかね、こういったところがいいよとか、こういうところがちょっといまいちとか、そういったこともですね、いろいろ書いていただけますと幸いでございます。そしてこの動画を見て、物欲をまんまと刺激されてしまった方は、概要欄の方に Amazon のリンクを貼ってありますので、とりあえずまあポチッとして、1日2日悩んでみてくださいませ。3日後にはポチッて買ってると思いますので、よかったらチェックしていただけますと幸いでございます。そんな感じ本日の動画は、ジョーヨーというメーカーのスイートベイビーオーバードライブという、ジャワネットの動画でございました。もしよければぜひチェックしてみてくださいませ。そんな感じで今回もこの動画を終わりにさせていただきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。感想とかリクエストとかいろいろあったら、ぜひコメントに残してみてください。グッバイさよならの前に、私滝沢勝成、最後にちょっとお知らせなんですけれども、ジャワ会っていうね
YouTube のメンバーシップ、まあ、つまり有料会員みたいなやつをやっております。そちらの方に入っていただくと、まあ、限定の動画とか限定の配信とか、限定の Twitter とかに入れたりとかしていろいろコミュニティが広がったりとかして結構面白いと思いますので、もしよければそんなのもご検討していただけますと幸いでございます。それでは、今回も長くなってきたのでこの辺で終わりにいたしましょう。また違うところでお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。グッバイ、さよなら。